県庁を訪れたのは一般財団法人沖縄観光コンベンションビューの関係者です静岡空港を発着する沖縄便は今月から毎日1便、期間限定での運行が始まっています沖縄の関係者は地方路線からの集客が課題とし修学旅行などで訪れてほしいと話しましたこれに対し 県の村松武彦スポーツ文化観光部長は情報交換をして相互の魅力を認知してもらえるように連携していきたいと答えていました静岡の皆様には沖縄にお越しいただきたいですし沖縄の皆さんにも静岡に出ていただきたいというその気持ちを持ちつあのプロモーションしていきたいというふうに感じています。